ずっと見させていただいて、いや本当すごいよね。でも絶対 2,3 個前ぐらいで全部取れてるんですよ。いやちょっと待って、いや思うんですよ、いや思う、思いましたよね、もらってること。いやもう本当にいやもうあまりにも大変すぎて笑ってるんですよ。強い絆が生まれるんだなっていうのがもうすごく分かるし、桐谷健太君が言ったようにもう本当に撮影の合間は本当にあのなんかこう楽しい話をみんなでしてて、でやっぱりこの作品自体はやっぱり日本がすごく大変な時の、あの時代で、しかも実話に基づく